はい、じゃあ、はい、おもむろに。そうですね、おもむろにしろって言うの。あのフォトモードから着替えができるんですが、おー、はい、おお、これはあの前作の DLC で追加された3つのコスチュームが、もらえます。なるほど。実は結構ですね、あの細かく、もちろん PS4 のグラフィックになって変わってるってのがあるんですけども、例えばこの特務隊員服っていうのも、前作の時はですね、後ろにこう揺らえて前を、バックになってたんですけども、うん、より女の子らしさを出したいという、おそらくうちの、キャラクターデザイナーの斉藤さんのこだわりによって、はい、髪型も変わってたりしますね。ああ続けて、はい、で、人気が高かったあら、かわいらしい、足長いな、きっとスタイルいいんですよ、ね、ちゃん、あら、かわいらしい、うん、あくびしたあくびしたあ、伸びした、あー今ですよ、今今ですよ、いや、自重したんだという感じで、あらら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 、かわいい。前作ではあのプレジューヌでのサイドミッションが、追加ミッションがありましたけども、大胆に開いてますね、前が。そうです、あの前作と基本的なデザインこっちは変わってないはずなんですけども、うん、まあやっぱ4のグラフィックになって、より富山さん、はい、何ですか、はい、どこ狙ってるんですか、どこ狙ってない、狙ってない、富山さん、どこを何してるんですか、はい、というですね、はい、まあ、これも結構まあ可愛くもありつつ、もちろんかっこよかったりもするんで、ね、うん、これでのアクションとかもおすすめですね。尻尾がひらひらしてるの可愛いですね。可愛いなぁ、すんごい掴みたい、あ、尻尾キュッとしたい、うん、はい、という、前作の PS4 版リマスター版のセーブデータを持っていると、うん、この3種類のコスチュームが、うん、お楽しみいただけるということになっています。 なので、まあ、もちろんこれ、購入いただいた方にはありがとうございますということで作ったんですけども、うん、もちろんその何でしょうね、友達から借りてセーブデータだけ残ってるっていう方でも、あ、そうですね、そうなんだ、ちょっとでも遊んでれば、そうですね、はい、はい、というのがありつつ、次ももう行っちゃいますか、あ、行きます、はい、あの前にですね、あ、言われますか、いや、どうぞどうぞ、しゃべ、あ、はいはいはい、はい、遊んでるんですか、遊んでます、すいません、遊んでました、はい、前回あのファンタシースターオンライン2と あのコラボレーションっていうのを発表させていただいて、はい、であのファンタシースターオンライン2の方には、キトゥンとか、あとクローですね、うんうんうん、のコスチュームであったり、まあ、ロビーのアクションみたいなものを実装していただいたんですけども、グラビティデイズ2の方ではですね、こういった形 あのコラボレーションしているというところで、はい、これが非常に、おっと、結構近未来っぽいコスチュームなんで、PS2 っぽいよこれ、はい、どうなるかと思ったんですけど、かなりグラビティの世界観にマッチしているというか、可愛らしい感じになったかなと。キトちゃんパンツですけど大丈夫ですか？パンツじゃねえかな、アーマーです、これアーマーです、アーマーです、アーマーちっちゃいリボンついてるけど、リボンどう見てもアーマーですよ、どう見てもアーマーこれどう見てもアーマーでしょ、あ、本当にアーマーだよ、あ、今こういうアーマー流行ってんだ、でもこれ本当にかっこかわいい感じになっていてですね、いい、非常にこのグラフィティの特にこの街とかは合う感じ、いや、これいいっすね、めちゃめちゃいい、これあれ見て、まあ、パンツじゃないやっぱり、アーマーだから、アーマーだから、あ、そうか、あー、まあ、これがどう見てもどう見てもアーマー、これがパンツだとすると、はい、PSO2 がパンツゲームになっちゃう、あ、パンツゲームでしょ、あ、やばい、見つけちゃった、見つけちゃった、これだろ、一応見つけましたね、蹴った、ガスボム、ガスボム、そうですね、さっきはあの土管の家のアイテムだったんですけど、はい、フォトアイテムも、あ、ちょうどよかった、忘れてた、確かに、でコスチューム のコラボレーションだけではなくて、はい、このフォトモードでですね、いろんなものを出現させることができるんですけども、危ない危ない、今回はこのフォトアイテムも追加されています、あら、まあ、かわいい、ラッピーですね、あらら、ラッピーじゃない、あら、かわいい、あら、かわいい、ラッピーもめちゃめちゃ出すことができる、ラッピーめっちゃ転がってるけど、あとはコンテナ、そうですね、コンテナを、ラッピーの上に乗った、コンテナ意外と軽いのかあ、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、出しまくりだな、ラッピーが、なんでこんな散らかしたの、ちょっとシュールだね、これ、はい、じゃあなんか写真でも撮りますか、はい、そうですね、ラッピー入りの、
何か何か歌ったり歌ったり。あ、かわいい。かわいい。かわいいけど、どこで歌ってるの？あ、そうですね。今ネットワークつながってないんですけど、写真撮った後こうネットワークにつながってるとあのアップしますかってさっきみたいな形で出る。あ、消える、あ、消える。お片付け、お片付け、怖いな。ゲーム攻略に使われるとまずいんで、あの消すしかできない。そうです。それ、はい。という感じのあのコスチュームな、あのコラボレーションになっていて、これはグラビティ・ベイズ2の発売後ちょっとしてから、はい、無料で配信されると、じゃあ誰でも手に入れることができる、はい、という形になってますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。